1時間700円、飲み放題ってね、これ飲み放題ってやばいな、ほんまに770円。はい、どうも皆さんこんにちは、関西エンタメウォークの田久保です。今回はここ大阪市中央区にあります大阪メトロ堺筋駅前にやってきました。ここは船場センタービルディングって言って、江戸時代の時には日本最大の商業地として栄えた場所になってるんですね。で、明治以降から繊維の町として発展してきたのがこの船場という場所になってます。この船場のセンター内のビルの中には結構アパレルブランドさん入ってるんですけど、その地下2階には定食屋さんと居酒屋さんがずらー入って出るんですよ。で、今回はその中でもサムネイル見ていただいたと思うんですけど、ビールがいっぱい無料ということで、ビール大好きな子を本当に1杯目は無料で飲めるのかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思いますので、早速船場センタービルディング内行ってみましょう。いいぞ、ガチッ。グルメの街になってます。すごいね、この絵。こんなんさ、この辺から描き始めたりすんのかな。これどっから描き始めんねん。これさ、すごすぎるわ。キノコノコノコ元気ノコ。あれ準備中、嘘でしょ。なんかネタないかなと思って探してたら、やっぱり大阪ありました。これがね、こちら1時間700円、飲み放題っていうね、そんなアホなと思うんですけど、大衆スタンド木本さんです。これ飲み放題ってやばいな、ほんまに770円。すごいな、めちゃめちゃ量ある。じゃあすいません、1時間飲み放題の1時間です。はい、じゃあ一番搾り、はい、メニューの詳細はインスタグラムの方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。まだ時間3時42分です。いただきましょうか。ありがとうございます。すごい、お、冷て、キンキンに冷えてやがる。じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。いただきます。いや、うまっ。よし、ここで1時間、2時間くらい飲んで、今のところ2軒目に行くっていう形でもいいと思います。いや、これすごいな。70円。うますぎるね。おすすめのね。すいません、はい、おでんのロールキャベツ。おでんのロールキャベツ、お願いします。いただきます。めっちゃ甘い。すいません、生ビールお願いします。ありがとうございます。キンキンに冷えてる。これはサラリーマン嬉しいよ。普通のお店やったら300円を超えるから、3杯飲んだらもう元取れちゃうから。視聴者の皆さんはお昼からお酒飲むかな。結構僕の YouTube 見てる人は20代から60代ぐらいの人が結構見てるんやけど、お昼からお酒飲む人、はーい。
な大学生の時それこそ勢いでバーって飲んだことあるけど、その時は正直あんまりビール好きじゃなかったよ。何やねんこの苦い飲み物ってね思ってねんけど、今はもうビールやな。これは絶対うまいや、もううまいや。ロールキャベツの隙間に肉団子が挟んであって、おでんの出汁全部吸ってるから、これめちゃくちゃ美味しい。すいません、はい、沖縄ハイボール。沖縄ここのお店ってなんでこの金額設定にしてるんですか？700円なんで？なんでなんやろ。みんなこの値段で喜んで飲み放題、飲みに来るっていう、そうですよね、食べに来るより飲みに来る。そうですね。1時間で皆さん出られますか？そんなことないですか？常連さんとかは2時間とかおったり、延長しはる人もおるんですけど、最初初めは1時間でって言ったものの、45分経ってみたら物足りひんみたいな。日本酒好きな人はね、日本酒プラス、あ、日本酒はプラス何本かしたら飲めれるんですか？飲み放題の方のこれのランクアップっていうのがあるんですよ。日本酒はこれか。そうです、これの裏面も両面全部飲む。マジっすか？種類もめっちゃ多いですね。あ、僕奈良県出身なんですけど、奈良もある。で、これすごい、これはもう大人気。あ、人気なんですか？大人気。ちょっと嬉しい。何が人気ですか、ちなみに？牛乳が一番人気やん。え、そうなんすか？で、ちょっとしか取れないから、あー、へー、取れてるところが少ないのと飲みやすいの。はい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 。飲みやすい。アセロラベース。一人で撮影してるんで。なんなんこれって感じ。お店の人と喋る感じやったら全然いいねんけど、一人ポツンって言うっていうね。日本酒カクテルのゆず。ゆず、はい、頼もうっす。お、結構強そうな気だ。来るね、これ来るわ。あんまりちゃんぽんしたらもう良くないよ。いや、酒に飲まれたらあかんね、ほんまに。日本酒カクテルよ、ゆず。カクテルよ、ゆず。1時間で5杯飲めたら結構どうなんやろ。そんなもんかな。タクオはそんなに酒強いから、うん、あのね、これ買って動画編集できるせい、絶対に。ラストですか、はい、じゃあ日本酒カクテルのゆずはい、ラストオーダー来ました。結構1時間あっという間や。でも1時間で6杯飲めたらもう十分ちゃうの。ということで、大衆スタンド木本さんいただきました。最終的にはね、1時間の飲み放題で6杯いただきました。いや、結構できなかったよ。木本さんは堺筋本町駅を置いて徒歩2分以内で行ける距離にあるんで、皆さんぜひね、帰る前にちょっといっぱい1時間飲んでいこうかなってね思う時は、木本さんぜひ訪れてみてください。大衆スタンド木本さん、ごちそうさまでした。いや、食べた、めちゃめちゃ食べた。ちゃうな、飲んだやな。白鵬初の海の企画やったけど、これはね、なかなかきつい。でね、自分のキャパシティも分かったもん。1時間6杯が限界やと。めちゃめちゃ細かいんちゃう。大衆スタンド木本さんは月曜日から土曜日、昼の11時から夜の11時までやってるお店になってます。飲み放題のラストオーダーは決めた時間の15分前になっていて、
最終のフードドリンクのラストオーダーは10時になってます。そこを皆さんお間違いのないようにしましょう。いやでもね、1時間700円って安すぎるでしょ。でね、この6杯のペースで飲めたらもう十分よ。季節が今11月やから本当に今酔いざましじゃないけど、めちゃめちゃ心地いい感じ。最終のお会計が1300円だかな。1時間飲み放題770円やろ、ロールキャベツで220円、990円その差ってってことはよ、お通しで310円取られてんの。キノコノコノコ元気ノコ、まあ、とはいえですよ、とはいえもうね、あのドリンクが安すぎるんで、あのそこはご愛嬌かなと思います。ぜひね、大阪市内立ち寄った時に船場センタービル街近く来た時は、まあ、さっと1時間だけ飲みたいなっていう人は、あの大衆スタンド木本さん、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。はい、という感じでこのチャンネルでは関西のグルメ、アクティビティ、また娯楽をタクオン自らが体験して、ね、見ている皆さんが実際に足を運びたくなるような動画発信しております。この動画いいと思っていただければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。じゃあね、最後大衆スタンド木本でいきましょう。いいやすよ、せーの、大衆スタンド木本、美味しかった。次回もまた見てくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイイエーイ。